ある時、10年後の自分を名乗る人物から手紙が届いていた。ただのいたずらかと思っていたが、まさかあんなことが起こるとは。なんだこれ。大学1年生の自分へ。元気ですか？自分は10年後の未来から手紙を書いています。あなたにどうしても叶えてほしいお願いがあります。僕と同じ間違いを繰り返さないように、この手紙にこれから起こる出来事とその時に選んでほしい道を書いておきます。3月15日、胸ポケットに蛇が入っている。ん？ああ、なんでだよ、なんでわかるんだ。そして次のことは絶対に守ってほしい。部屋から出るときは十分に気をつけること。これだけは絶対に。え？なんてことないじゃないか。いたずらか困るな。